悠久の歴史の中で目覚ましい発展を続ける中国に、日立グループはさまざまな分野で協力関係を築いてきました。日々の生活に潤いを与える家電製品、暮らしやすさを促す社会インフラ、そんな日立グループの中国での取り組みを紹介します。同じアジア、中国のこれからも良きパートナーであり続けたい、明日の中国を共に。現在中国では強力に経済発展を進める一方で、省エネや大気汚染への対応など環境の整備、保護などを重視、人々の豊かな暮らしを守るため各地で環境への取り組みが積極的に行われています。そんな中国の活動を日立グループはさまざまな形で支えています。美しい中国の環境と景観を次世代につなげるために、儒学者孟子のふるさと山東省崇城市、ここにあるのが中国最大級の崇賢火力発電所。火力発電所の主な設備はボイラー、タービン、発電機。中国の東方グループと共同で日立グループは5号機から8号機までのこれらの設備を一括受注しました。また7号機、8号機には日立が実用化に成功した世界最高水準の超超臨界圧技術を使用。超超臨界圧技術とは、限界まで圧縮し高温高圧にした水蒸気でタービンを回す技術。エネルギーロスが減り、使用する石炭の量も少なくなりました。比方说我们七八号机两台超超临界的技术，设计煤耗是270克每千瓦时，比全国平均的煤耗要低70克每千瓦时。按照年利用小时数5500小时来计算，每年可以节约标准煤100万吨。年間およそ100万トンの石炭を節約することで、経済的にはもちろん、排出する CO2 が減るなど環境に配慮した火力発電所となっています。古くからの工業都市であり、上海経済圏の中核都市である浙江省寧波市、この町で稼働しているこちら寧海発電所の4号機向けに、日立グループは排煙脱硝装置を納入しました。この装置は排ガス中の窒素酸化物をアンモニアなどによって無害な窒素に還元することができるというもの。通過这个引进日内的这个特效的技术，是我们这个整个环保的指标了，一个大大的这个大幅度的提升。脱硝率は 80% 以上、ヨーロッパの基準をはるかに上回る結果となっています。これによって窒素酸化物の排出量は大幅に減少しました。应该是我们这个从国家当前的国家内国内现在对特效还没有什么明确的要求，国家的政策方面没有什么明确的要求，但是我们国化公司以更高标准的要求，是吧？致力于我们环保的事业，这个成风期应该更大的社会的这种责任方面着想。上海の郊外にある水の都周荘、水郷の景勝地として美しい水とともに栄えてきたこの町のほど近く、上海市政府工業パークエリアに環境に配慮した工場があります。日立エレベーター上海有限公司、エレベーターとエスカレーターを製造するこの工場は、日立グループの中国におけるエレベーター事業の重要な拠点の一つです。この工場はスーパーエコファクトリーに認定されています。製作過程で出る排水の浄化、さらにその水をほぼ 100% 循環させることによるゼロエミッションを実現。ガスの排出量も平方メートルあたり20グラムと
世界最小レベルです。いつまでもきれいな水、きれいな空気を守りたい。日立グループはその総合力を生かし、中国の環境保全、持続的経済発展をサポートしていこうと考えています。2008年、日立の超薄型 WU-UT シリーズの発表会が中国で行われました。超薄型軽量ボディで高画質が魅力の UT シリーズは、設計生産の段階から環境に配慮、流通面でも資源やエネルギーの消費を削減する画期的なシリーズとして注目を集めています。中国において最も長い歴史を誇る日立のテレビ事業、中でも日立独自の技術を搭載した最先端のプラズマディスプレイパネルや液晶テレビ事業は、中国市場において大きなシェアを獲得。プラズマディスプレイパネルモニターは空港や駅、ホテルの案内表示板などにも広く活用されています。またテレビだけでなく、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの製品もラインナップ。中国の家庭にも深く日立ブランドが根付いています。日立グループが中国に進出したのは1970年代、東山の火力発電所を皮切りに、交通渋滞、大気汚染を緩和させた重型モノレール、北京トリノススタジアムを通る地下鉄5号線などの交通システム、上海環球金融中心に収めたエレベーターなどの昇降機、北と南の水問題を解決する南水北調プロジェクトで重要な役割を担う鳳凰ポンプ場、そのポンプ設備を納入するなど、これまでさまざまな形で中国の社会に関わってきました。現在日立グループ140社以上が中国に進出。グループの総合力を生かし、電力システム、鉄道システム、環境、省エネなどの社会基盤事業、自動車機器システム、建設機械システムなどの産業基盤事業、ビルや公共施設の昇降機といった都市システムなどの生活基盤事業、ストレージソリューションなどの情報基盤事業、さらにこれらを支えるデジタルメディア製品、エレクトロニクス部品などを中心とする基盤技術製品事業、また生活やビジネスに不可欠な事業を展開し、中国社会の発展に今後も貢献していきます。中国の首都北京、政治、経済、そして文化の中心地として悠久の歴史を持つこの街は、2008年のオリンピックの開催都市として世界中の注目を集め、国際交流も盛んに。そんな発展多様化する北京にある日立中国研究開発有限公司、日立グループの中国における研究開発の中心拠点として2005年に設立されました。情報通信システム、オープンソースソフトウェア、デジタルアプライアンスなどの研究開発を中心に、中国国内での研究開発活動を推進しています。また中国初の新規事業展開を目指し、中国人スタッフを積極的に採用、人材育成にも力を注いでいます。日立は2010年で、ちょうど100年になります。まあ、これからのさらに100年はですね、まさに真のグローバル企業になるということで、まあ、そのためにはですね、単に日本の製品を海外に持っていくというのではなくてですね、まあ、現地のニーズに合わせた形で、ローカライゼーション、あるいはカスタマイゼーションしていく。ここで開発した技術がですね、まあ、日立の製品に採用されて、中国発のそういった技術開発をですね、きちっと行っていくと、
いうことが中国に対して最大の貢献になるんじゃないかと私はそう思っています。さらに人材の交流、技術の連携を目指し北京の清華大学と連合実験室を設立、中国理系トップクラスの大学として世界の科学技術の進歩に貢献してきたこの総合大学と、情報通信や精密加工技術、省エネルギー技術や環境技術などの共同研究を行っています。大学のそういった優秀な力を、我々も活用するし、大学側も企業と一緒にやることによって新しい情報あるいは企業活動の状況が分かりますので、そういったウィンウィンの関係でナンバーワン技術を創設する。現地の人の力で現地の人が使いたいものを作る、真の中国企業となることを目指しています。上海から飛行機で1時間半の場所にある江西省の省都南昌、そこからさらに車で5時間以上走った山あいの町、ここにあるのが日立希望小学校。日立グループは中国の子どもたちの教育を支援するため中国青少年発展基金会と協力し、この小学校の建設プロジェクトに参加しています。努力公司这么长期以来无私的援助我们西城小学的教育，也帮助我们改善了教育教学的环境。那么这一次努力公司为我们学校建设了这一套快乐体育园区，真的解决了我们学校的在体育教学这一块的燃眉之急。不管是体育老师还是学生，他们都感到无比的兴奋，也无比的高兴。谢谢努力公司。2007年11月には新しい寮を建設。翌2008年には運動場改善の費用や運動器具などを寄付しました。那么这样的一种举动呢，我们认为是对于这个企业承担自己的，不但是对于环境、对于员工、对于未来，那么对当地社会也是贡献出自己的一份力量。所以我们呢高度评价日立公司呢在中国，以往进行的商业投资以及从现在开始进行的这个公益上的捐赠。所以我希望日立公司呢今后呢这个有可能在有可能的情况下继续关注中国教育的同时呢，也要不断的去到农村进行一些访问，让孩子们，让日立公司他们通过希望工程这个平台能够达到心与心的交流。未来を担う子どもたち、その可能性を秘めた才能や豊かな感性を育むために、日立グループは今後も教育分野だけでなく福祉・環境分野にも支援の輪を広げていきます。物のつながりだけではなく、心の通ったかけがえのないパートナーでありたい。日立はグループの総合力を生かし、発展する中国の人々、そして社会とともに輝かしい明日に貢献していきたいと考えています。明日の中国を共に。